飛んでる飛んでる、彼は鳥になった。いやー、皆さんどうもこんにちは、小田健ゲームズです。今回も新しいゲームを一緒にやってこうぜ。よーし、はい、今回やるゲームはターボディスマウントっていうゲームですね。はい、こちら早速どんなゲームなのかやっていきましょう。うん、実はねこれ僕ちょっとやってますちょっとねやってます。うん、面白いよこれ。はい、始まりました。この車に乗ったねおじさんおじさんにしとこう。はい、このおじさんがねハイスコアを目指して駆け抜けるゲームですはい、ジャンプ台が早速ありますけど、うん、まあどんな感じかちょっと早速やってみましょうか。うん、よいしょ。あ、いいねいいね、一発目からいいよ。勢い飛ばして、はい、このおじさんのね行方、おお、めっちゃ飛ぶ。このおじさんの行方をね、大丈夫？ああ、もうこれあれだ、リビングとかでこううたた寝する時のポーズだ。はい、今みたいな感じでね得点をどんどん稼いでいくっていうねバカゲーです俺ねこういう緩いやつ好きなんだよね。うん、ハイスコア目指そう。うん、はい、ジャンプ台目指して、これねちなみにね、はいこんなとこにも座れます。頭おかしいよねこれ、誰が運転すんだよってね。はい、ちょっと待って、頭顔に何これ、何がついてんの、雑巾、雑巾か。まあいいや、雑巾おじさんでいいや。雑巾おじさん、ちょっと頑張ってね、もう一回。はい、じゃあ行きましょうか。車もね、変えられるんですよ、ちなみに。お、いいね、いい感じ。飛ぶ、飛ぶ感じを見たい。お、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 あ、木邪魔、木邪魔。ドーン。はい、次はこれですね。うん、反り返ってる。危なすぎだろ、これ。ビルみたいな高さになってるよ、これ。落ちたら骨折じゃ済まない。はい。ちょっとね、車変えましょうか。てか、乗り方変えよう。この車のまんまでいいや。この車のままで、ちょっと乗り方変えたい、俺。これやばすぎでしょ。何これ。待って、これはあんま面白くないな。嘘、引きずられたいの、あなた。飛んだド M で。はい、じゃあ、ちょっと引きずられてもらいましょうか。うん。よいしょ。あ、ちょっと、ミスったな、これ。行く、反り返ってる、反り返ってる、稲葉ウア。痛いね。捻挫じゃ済まない痛さだね。うん。なんか、かっこいいポーズになってんだけど。これで、なんで決めてんだよ。なんで決めてんだ？なんか、手か足かわかんないからね、もうこれ。手も足に見える。はい。じゃあちょっと、頑張ってください、この車で。よいしょ。ここで見たい、俺は。こいつの勇姿を、あ、これ完璧に反り返るシステムね、これ。ドーン。はい。はい、ちょっと気分を変えて南国気分に行きましょう。うん。外寒いんでね。ちょっと南国な気分で行きたいと思います。うん。これで、あ、一直線とか選べんのね、これで。方向が。なるほどね。この車じゃなくて、ちょっと違う車で行こう。うん。待って。消防車行きたくない消防車行こうぜ、これで。ちょっと何普通に乗ってんの、今まで変なとこに乗ってんのにさ、ちょっと待って、動いてんだけど、これ。大丈夫、ちょ、上に乗るやつないの、あ、来た来た来た、これ、これがいい、いいね、腰振ってるぞ、こいつ。腰振ってるぞ、南国だからって浮かれんな。よし、じゃあ、ちょっと行ってもらいましょうか。ブルドーザーみたいなの来たんだけど。何あの車。超強そう。はい、じゃあ行ってもらいましょう。ポン。あ、いい感じ、いい感じ。いい感じです。どっか行ったんだけど、どっか行ったんだけど、しかも乗った、車が。車、なんか乗ったわ。仲良しですね。はい、リプレイですね。おお、飛んでる飛んでる、彼は鳥になった。あ、なるほど。これがクッションになったとは思えないね、この強打。ただもう地面ひび入ってるもん。大丈夫？なんかちょっとセクシーな感じで寝てるけど。雑巾おじさん？ドーン！今回はそんな吹っ飛んでないね。うん。あ、でも、あ、ゴールした！うそ！え？え？大丈夫？はい、皆さん、次はこんなステージに来ました。うん。ここね、消防車じゃ無理そうだね。これをジャンプ台で乗り越えて、あの高速道路みたいなとこをねまたぐのね。てかさ、これ待って、横になんかガードレール的なもんないの、
やばいじゃんこれ。ハンドル誤ったら終わりじゃんこの人たち。躊躇なく猛スピードで走ってってんだけど。よし、じゃあ変えましょうか車。はい、車変えて三輪車で行きます。ふざけてんのかって思うでしょみんな。俺はね、てかね、雑巾おじさんはね、大真面目なんだよ。何の説得力もない。はい、じゃあこれでちょっと頑張ってもらいましょう。うん、あ、いいねいいね。一番のターボ感早い早い、結構早い結構早いけど全然届かない。ゴツン。はい、皆さん、僕は気づいてしまいました。うん、この乗り方で爆弾仕掛けました。爆風で、あの、高い壁を、壁っていうのか?あれをまたぎたい、俺は。うん。ちょっと頑張って、この乗り方で。これがね、三輪車の真の乗り方ですよ。あー、ダメだ。これ、全然ダメだったわ。ちょっと待って、勢い足りないよ。幼稚園児でもできるよ。おー!待って、いい感じじゃない、でも。吹っ飛び具合いいよね。あー、すごい。あー、踏まれちゃった。しかも踏まれちゃったわ。あー!大事故が起きてる、やっぱり。ダメだよ、手すり的なもの作んないと、これ。こっからちょっと見てましょう。爆弾いい感じだよね。いくぞ。ほっ、おー!マックス!マックス来た!本日初のマックス。勢いですよ。おお、来た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 。雑巾おじさん、雑巾おじさん超えて、うそー、超えられなかったー。そっち行っちゃう?爆発利用するんで、なんか吹っ飛びやすいやつ。待って、スケボーいい。スケボーいい。スケボーで行こう。嘘。え、そんな開脚しちゃう?そんなセクシーポーズしちゃうの?バカなの?これでどうやって動けっていうのこれ。開脚で行く?よし、行こうか。じゃあ。ちゃんと。おしよしよし。いいぞいいぞいいぞ。さあ、さあ、どうなる?どうなる?どうなる?お!微妙。はい、ちょっと勢いがいいバイクで行きたいと思います。乗り方はね、やっぱこれで行きましょう。うん。おかしすぎだろ、これ。はい、じゃあ、この乗り方で行ってもらいましょう。うん。こっちのアングルからちょっと見よっか、今回は。行くぞ。浮かして。いっ!お、ウィリーする。ウィリーするんだ。お、え?けん、お、めっちゃ飛んでる!え、なんか AT フィールドみたいなのに引っかかったんだけど。え、すごくないこれ。一番飛んだんだけど。バイクいいね。ほら、ニューハイスコア来た。はい、ここで行きましょう。行くぞ。爆弾すげえな、ほんとに。吹かして。うっ、ああ。マックスで行きたいね。おー!いいね、これ。すんごい体勢だって、今。超開脚してたんだけど。あいつやっぱ開脚おじさんだな。雑巾おじさんじゃない。開脚おじさんです。お、来た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 。バイクで史上初。おお、いいね。どういうコースだこれ。ここになんか台があるんだけど。待って。もうすでに乗り方がおかしいやつがいる。頭がおかしいやつがいる。あんなやつ国道通ってはダメだ。さてどうする。こいつはまず警察に取り締まってもらう必要がありそうだ。うん、なんか、スコア上げる前にね、本当に逮捕された方がいいと思うんだ、こいつ。よし。あ、なるほど。もうジグザグの線に沿ってちゃんと行ってるんだね。じゃあ、バイクでちょっととりあえず行きますか。とね、この神的な乗り方でね、行ってもらいましょう。はい。おーし、いいぞ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。追いかけ、え、そこで?そこでつまずく?頭取れてんじゃん。キノコみたいなんだけど。待てよ。ここは、勢いつけない方がいいのかもしんない。じゃあ、ちょっと、軽く押しますよ。これでいい。これでいい。ドライブですね。ツーリングですね、普通の。あ、いい。こっちの方がいいじゃん。いいじゃん。ツーリングで。あ、待って。クリア、クリア。そこで出てくる?あいつ。取れたんだけど。大丈夫?なんか、白ひげの技みたいになってるよ、これ。ひびが。はい、ということで、今回、ターボディスマウントというバカゲーを実況プレイしてきました。この動画が面白いと思ったら、いいねボタン、あとチャンネル登録してくれるとモチベーションが上がります。うん。あ、目玉の親父がある。目玉の親父いて、今。はい。うん、なんか緩いね、これ。バカゲー中のバカゲーだわ。うん。またやろうと思います。はい、ということで、小田健ゲームゾーよろしくお願いします。バイバイ。